しうっかり食べてしまいますと、お彼岸のタブーに触れてしまうことになってしまうかもしれません。はい、皆さんこんにちは、かみちゃん住職です。来る10月5日土曜日、東京は目黒で魂が触れる法話会開催いたします。座席数に限りがございますので、参加ご希望の方はね、概要欄にその申し込みの URL 貼ってありますので、そちらからねクリックしていただいて、お申し込みございますよね。またかんちゃん住職の書籍魂見え開運と白蘭の線香四五香ただいま絶賛発売中でございます。これらお求めの方もね、概要欄をご確認くださいませね。秋といえばもみじ狩りや稲刈りなどね、そう収穫の季節であると同時に、秋祭りなど地域性を生かした伝統文化とか、いろんな行事などが各地で開催されております。秋にお寺へ取り行われる行事としましては、やはり秋のお彼岸でございます。お彼岸は1週間ございます。今年2024年の秋のお彼岸は9月19日の木曜日から9月25日の水曜日まで1週間ございます。お彼岸中はお仏壇でのお参り、あるいはお墓参りの後ね、その親族が本家にみんな立ち寄って、親先祖のことを忍びながら一緒に食事を召し上がる方もいらっしゃるかと思います。そんな会食の中で、実はね、うっかりとね用いてしまうお彼岸に食べちゃいけないものなんてものがございます。もしうっかり食べてしまいますと、お彼岸のタブーに触れてしまうことになってしまうかもしれません。お盆の行事と同じで、ご先祖様があの世からね、こちらの世界に帰ってこられる1週間でございますので、できるだけ心地よくお過ごしいただきたいもんですよね。というわけで、今回は秋の伝統文化やお彼岸に食べちゃいけないもの、逆に食べた方がいいものなどについてね、お話しさせていただきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッド登録もよろしくお願いいたします。それでは今回もですね、こちら四五香1本炊きまして、お話を始めさせていただきたいと思います。では行ってみましょう。おはぎというのは、あんこでもち米を包んだ和菓子ですよね。特別苦手じゃなければね、もう結構な確率で皆さん召し上がる方がほとんどなんじゃないかと思います。じゃあなんで私たちはこのお彼岸におはぎを食べるんでしょうかね。実は仏様やご先祖様にできるだけ良いものをお供えしたいというね、この子孫たちの気持ちから、昔は贅沢な食べ物だったもち米や小豆を用いて作ったおはぎをお供えさせていただいた、そういうところからそれが現代にまで受け継がれてきております。そうやってお供えしたおはぎは、お下がりとして家族や親族のみんなと一緒に食べながら、そのご先祖様へ命をつないでくださったことへの感謝と日頃の祈りを捧げます。ちなみに春のお彼岸に召し上がるのはおはぎではなくて、ぼた餅と呼びます。春のお彼岸でいただくぼた餅というのは、春に咲くあのぼたんの花に似ていることからというふうにね、そういったところから名付けられたと言われておりますし、秋のお彼岸も同じく萩の花に見た目が似ていることから、おはぎと命名されたというふうに伝えられております。実際萩の花のあの花びらっていうのは、これつぶつぶしたね、もうまさに小豆のようですよね。ところで、なぜお彼岸にぼた餅やおはぎを食べるんでしょうかね。その理由は、ぼた餅やおはぎに使われている小豆にございます。古来小豆の赤色には魔除けの効果があるというふうに考えられていたことからね、小豆を食べて神仏様に手を合わせることで、私たちはこの体の調子を整えられる、無病息災に導かれると信じられて祈りを捧げてこられました。また萩というあの植物自体、万葉集では最もよく読まれている花でございます。そんな萩という植物は、痩せた土地でもよく育ちますし、邪気を払う魔除けの植物とも言われております。また大変貴重な小豆と砂糖であんこを作り、このあんこをもち米と合わせることで、ご先祖様の心と子孫である私たちの心を合わせるという意味でもあるようでございます。だからこそ、ご先祖様に思いを手向けるお彼岸にはぼた餅を貼る、そして秋にはお彼岸をお供えされるというわけでございます。さあ、そんな萩は秋の七草の一つにも数えられております。七草には、これまた春の七草と秋の七草とがございます。春の七草は正月明けの1月7日、七草粥を皆様いただかれると思いますので、その七草に挙げられているこの7種類の野草とか野菜が一体どういうものか、皆様ご存知の方も多いかと思います。ちなみに春の七草というのは、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、仏の座、鈴なに、鈴代、これ以上7種類ですよね。ではここからは秋の七草について解説してまいりたいと思います。まず秋の七草といえば、冒頭で紹介させていただいた萩、これに続きまして、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ、この7種類となります。それでは萩に続きまして、ススキを解説してまいりたいと思います。
すすきのことを雄花とも申しますけれども、ここではすすきと呼ばせてもらいます。そんなすすきの花言葉は活力、生命力、心が通じるなど様々ございます。お彼岸に近い行事として行われる十五夜、そしてお月見団子と一緒にお供えするすすきは秋の風物詩として親しまれておりますよね。そんなすすきは古来より魔除けの植物と言われていたりですとか、神様の依り代として考えられておりましてね、それを証明するかのようにすすきの茎の中はね、これ空洞になってるんですよね。そこに神様が宿っておられたと信じられてまいりました。ある意味すすきは神聖な植物と言えるでしょう。次にクズです。クズは非常に繁殖力が強くてね、ツルが血をバーッと這うようにどん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 伸びていって、中には10メーター以上になることもあるそうでございます。またツルを刈り取っても根茎でこの繁殖を続けますので、荒地でも生息し続けることができるそうでございます。その生命力の強さは葛根湯などね、あの風邪とか発熱、解熱とか、あるいはこの肩こりなどに効能がある漢方薬として用いられて、またあのくず餅とかね、あのくず切りなどの和菓子としてもこれは欠かせない存在と言えますよね。クズの花は葛花と呼ばれる生薬でね、二日酔いに効果があるとのことでございます。これはね、元禄時代に水戸光圀公がその効果を見つけたというふうに伝えられております。そんなクズの花には真の強さ、努力や根気といった花言葉が付けられております。そんなクズには人間関係の改善とか、あるいは健康運アップ、そしてやっぱり邪気払いの効果もあるとされておりまして、昔から大変重宝されてまいりました。続きましてはなでしこでございます。なでしこジャパンといえば皆様聞きなじみがありますよね。あの日本女子サッカーここで思い起こされるという方もおられると思いますけれども、あのね、なでしこといえばまさにね、日本女性の象徴としてももう皆さんから親しまれている花ですよね。そんななでしこの花言葉といいますと、赤色、白色、ピンク色などね、そのお花の色ごとに全部違うんですけれども、全般的には純愛、低節、才能、無邪気などと言われております。繊細で可憐ななでしこにぴったりのこの花言葉ですよね。なでしこは恋愛運を高めるお花とされております。続きましては帯苗子でございます。花言葉は美人、儚い恋、約束を守る、親切などなどございます。帯苗子は古来人々から愛されてきた植物でね、万葉集とか源氏物語、あるいはね、古今和歌集などにもたびたび登場しております。根っこや葉っぱには解熱や解毒作用があって、下痢や腫れ物、あるいは産後の腹痛とかね、子宮出血などの症状に使用する漢方として、もう古くからこれ親しまれてね、ずっと長年にわたり重宝されてまいりました。綺麗な黄色の花を咲かせるお見苗子は黄金をイメージさせて金運アップに効果があると信じられております。次は藤バカマでございます。藤バカマといえば有名なお話が伝承されております。昔、秋の雨が降りしきる寒い夕暮れに一人、美しく上品な姫が野辺を泣きながら歩いていたそうでございます。そんな姫の姿を見た里の人々でしたけれども、あまりにも彼女が美しすぎてね、恋をかけることすらできなかったそうでございます。翌日、雨が上がったその後には姫の姿はどこにもなく、代わりに紫色の可愛らしい花がね、こうひっそりと咲いておりました。里の人々は昨日見かけた美しい姫はこのお花のせいだったに違いないというふうに考えました。そしてその姫が履いていた花のつるで作った袴にちなんで、そのお花を藤バカマと名付けたというお話でございます。今現在藤バカマはね、絶滅危惧種として指定されている植物なんですけれども、邪気払いの効果を持つお花とされて秋の七草の一つに数えられております。次は桔梗です。桔梗というあの漢字の作りがね、これ皆さん思い出していただきたいと思うんですけれども、さらに吉と書くことから縁起の良い花と言われております。戦国時代のこの家紋にも使われたりとかね、あるいは漢方薬としても知られております。桔梗の根にはサポニンと呼ばれる成分が含まれておりましてね、咳や痰のこの鎮静を図る生薬として用いられてまいりました。桔梗の花びらの色は淡い紫色をはじめ、青や白やピンク色などがございます。紫色はね、高貴な色でございますので、とても縁起のいい花としてね、自分をステップアップさせたい時、あるいは雰囲気を変えたい時などに飾るのが吉とされております。また白色はね、この邪気払いの効果が期待できるというふうに信じられてまいりました。以上7種類、秋の七草に数えられる野草や野菜のご紹介でございました。改めて秋の七草をご紹介しますと、萩、すすき、クズ、なでしこ、オミナイシ、フジバカマ、キキョウ、以上7種類でございます。
ぜひこの機会にね覚えていただけると幸いでございます。あと秋といえばね、これもみじですよね。秋の訪れを告げる美しいもみじはスピリチュアルな観点から多くの象徴的な意味を持つ存在としてね、古くから人々に愛されてまいりました。例えばもみじの葉っぱというのは人間の私たちの手の形に似ていることから、掴む手として金運やチャンスを掴む象徴とされております。そんなもみじを目にすることで視覚的には癒されつつ良いエネルギーを受け取ることができると信じられております。またあの燃えるような真っ赤なもみじは恋愛運アップにも効果を発揮いたします。そしてもみじは変化と成長を促す力を持ち、新たなスタートを応援してくれるとされております。その美しい色の変化は私たちに新たな希望と活力を与えてくれます。ただそんなもみじもね、縁起が悪いとされる言われもございます。それはもみじの葉がねハラハラと枯れ落ちる光景から、お金金運が落ちていくとかね、運命の流れが下向きになる兆候として、ネガティブで縁起の悪い樹木だとされる一説もございます。仮に運命の流れがこう下向きになっていくような時っていうのは、良い時期の訪れをこう慌てずにね、冷静に迎えられるようにしっかり準備しておきましょうね。あとモミジといえばモミジ狩りでございます。モミジ狩りといっても、これ実際このポキポキとねこう枝を折ったりするわけではございませんよね。野山に出かけてはモミジや紅葉を楽しむことをモミジ狩りと言います。なんで狩りっていうんでしょうかね。ちょっと調べてみますとね、野山に分け入って季節の恵みを探し求めることを広い意味での狩りと呼んだとのことでございます。狩りといえば他にはこの潮干狩りとかね、あるいはキノコ狩りなどが一般的ですけれども、平安時代には桜狩りという言葉もあったそうでございます。当時はソメイヨシノではなくて自然の山桜でございました。まさに野山に分け入って自然のものを探す時というのは狩りだったということでございます。要はもみじ狩りといえば大自然そのままを味わう行事なんだと言えそうですよね。さあここでね、お彼岸について確認しておきましょうね。お彼岸というのは3月21日頃の春のこのお彼岸、春分の日と9月23日頃の秋分の日の年に2回ございます。そんな春分の日と秋分の日を挟んで前後3日間を合わせた1週間のことをお彼岸と言います。お彼岸の初日を彼岸の入りと申します。そして1週間あるお彼岸の中のこのちょうど真ん中、春分の日と秋分の日は1週間のちょうどこの真ん中に当たりますので、お彼岸のお中日と言います。そして迎えた7日目の最終日は彼岸の明けと呼んでおります。春分の日と秋分の日には太陽が真東から昇って真西に沈んでいきますけれども、太陽が地球の赤道の上を照らして、昼と夜の長さがこれちょうどね12時間ずつ、昼と夜の時間の長さほとんど同じになる日なんですよね。昼と夜が半分ずつという意味でもお中日でございます。お寺ではそのお中日に彼岸会という行事を執り行います。皆様の菩提寺でも行っていらっしゃるかと思います。ご先祖様へエコー供養を営みますし、皆様の中にはね、ご先祖様を偲んでお墓参りに出かけるという方も少なくないかと思います。そこで自分が生かされていることへの感謝、自分の日頃の行いを反省する時間を設けるといったね、そういった行事がお彼岸でもございます。普段はなかなかそうした時間を設けることはできないとは思いますけれども、だからこそ大切な行事であり、そうした時間になるものと思います。今年2024年の秋のお彼岸は9月19日木曜日から9月25日水曜日までの1週間でございます。そして秋分の日のお中日は9月22日の日曜日、祝日でもございますので、ぜひ皆様菩提寺か、あるいはお近くのお寺様、ご縁あるお寺様のこの秋季彼岸のお参りにね、ぜひご参詣なさってみられたらいかがでしょうかね。ここ新城寺では22日の10時半から執り行います。午前10時半でございます。皆様と一緒に同じ本堂という空間で、それぞれの大切な親先祖に対してその思いを手向けるね、そういった大切な時間を一緒にね、こうやって共有いたしませんか。あなたのご参詣はね、心からねお待ち申し上げておりますよ。それではここからはお彼岸中に食べてはいけないもの、逆に食べた方がいいものなどについてね、お話しさせていただきたいと思っております。そもそもね、お彼岸に食べちゃダメなものって何かあるんでしょうかね。お彼岸のお参りが終わった後に、せっかく家族や親戚がみんな集まったんだから、みんな好きなものを好きなだけお腹いっぱい食べればそれでいいんじゃないの、なんてね、そう思われる方もいらっしゃいますよね。せっかくね、確かにみんなが集まったんだし、それはそれでね悪くはないかと思います。
ただね、このお彼岸の本来の意味を知りますとね、食べちゃダメなもののその理由がおのずと分かってまいります。まず大前提として、このお彼岸という行事は仏教の教えに基づく行事でございます。そういう意味ではお彼岸でいただくこの食事もね、仏教の教えにのっとって決めるのが正しい姿勢だと思います。じゃあお彼岸という行事が持つ仏教的な教えとは一体どんなお話なんでしょうかね。まずそこからで解説してまいりたいと思います。お彼岸というこの語源はインドはサンスクリット語のパーラミタから来ております。パーラミタというのは彼岸に至るという意味になります。そもそも彼岸というのはあちらの岸という意味なんですね。あちらというのは今は亡き親先祖が赴かれた魂の世界のことを意味しております。仏様が住まわれるかの岸に対して、私たちが生きているこの世界のこの現世のことを死岸と言います。こちらの岸でございます。また私たちは肉体をまとっておりますので、暑いとか寒いとか、あれが食べたい、これは苦手といったようにね、欲を持ってしまう存在なんですよね。お亡くなりになった方には肉体がございません。命の本体である魂だけの存在なので、暑いも寒いもこれ感じることはありません。ある意味ね、欲を離れた、悟りを開かれた存在と言えるでしょう。そうした魂の世界は我欲のない綺麗な世界だという意味で、清い世界、つまりお浄土の世界と言います。一方、肉体をまとってこの人生を生きている私たちというのは、いろんな我欲を抱いていますよね。この我欲を持っているからね、またそこはね、生きる価値も出てくるわけなんですけれども、だからそういう意味では欲は大切でございますよ。でもね、そんな欲や煩悩にまみれたこちら側の基地を、この汚れている世界ということで、江戸の世界と申します。仏様や親先祖がいらっしゃるあちらの岸を浄土の世界に対して、こちらの岸、私たちがいる世界を江戸の世界というふうに言い分けて考えられております。そしてお彼岸の中日は昼夜12時間ずつで、ちょうどバランスを取れた一日でしたよね。そうしたところから、私たちが生活するこの江戸の世界と仏様や親先祖がいらっしゃる魂の世界、悟りの浄土の世界がね、これ最も近くなる日として、仏教的にはとても重要な1週間というふうに考えられております。仏教的に彼岸というのは、親先祖をこちらの世界にお招きするだけではなくて、私たち自身もね、あちらの世界に近づけるようにね、修行を実践する1週間が実はお彼岸でもあるんです。お彼岸の語源はパーラミタ、彼岸に至るという意味でしたよね。つまりこちらの世界からあちらの世界に至れるように、汚れのない悟りの浄土に近づくことを目指すのがお彼岸というね、本来の目的と言えます。じゃあどうやって私たちはこちらの世界からあちらの浄土の世界に近づけるのかと申しますと、仏教が教える6つの修行がございます。専門的には六波羅蜜と言いましてね、この6つの修行を実践することで、あちらのね、悟りの世界に近づいていけるというふうに教えられております。いわゆる6つの修行がきっちり定められているんですけれども、まあ、その中の一つにね、精進という修行がございます。本来は6つの修行を全て行うのはこれ大切なことなんですけれども、ここでは精進という修行を一つ取り上げて考えていきたいと思います。仏様の教えに従って精進という修行を私たちは行うことで、汚れに満ちたと言われるね、この煩悩と言われる我欲、あるいは生老病死という悩み苦しみに満ちた私たちの住むこちらの世界から、あちらのね、悟りのね、世界、お浄土の世界にね、こうだんだん近づいて、そしてね、そちらの悟りの方にね、開かれていきますよというふうに教えられております。お寺ではお坊さんや住職が食事をとることも実は精進という修行の一つとされております。皆様、精進料理って言いますでしょ。実はこのお彼岸でも代表的な食べ物となるのが精進料理でございます。精進料理というのは、お野菜やお豆腐などのこの植物性の食材をメインで作った料理のことでございます。イメージ的にはお盆や法要などの際にね、皆さんはこのお仏さんにお供えをする、あの料理のようなものでございます。まあ、でも近年はね、一般的に健康食として注目されてもおりますので、人によっては馴染み深いという方もいらっしゃるかもしれませんよね。もっと分かりやすく言えば、いわゆるお肉とかお魚などを使わない料理でございます。もともとはね、仏教修行者がこの修行の妨げにならないように設けられた戒律、その修行者が守るべきね、基本ルールの中に、むやみやたらに生き物を殺しちゃいけませんよという摂生が禁止されております。
そして刺激や香りの強い香辛料なども禁止されております。なぜねこういった摂政とか香辛料は禁止されているのかと申しますと、仏教では自らがこの生き物を殺してそれを食べるというね、この摂政を禁止しているからということもあるんですけれども、そうしたものを口にすると私たちの煩悩を刺激して悟りの邪魔になる、この我欲を駆り立ててしまうからというふうにされております。そうした煩悩を刺激しないために生まれたのが精進料理というものだったそうでございます。ということで仏教では不摂生が戒律というルールで決められておりますので、お肉やお魚あるいは卵に誤診などね、動物性の食べ物は NG というふうにされております。逆にお彼岸に食べるといいものって何かあるんでしょうかね。動物性の食材を避けてお仏さんにお供えするあの御料供膳のような、ああいった精進料理と言われても煮物くらいしか思いつかないなという方もいらっしゃるかと思います。そこでお彼岸におすすめの食べ物をね、いくつかご提案させていただきたいと思います。では行ってみましょう。まずおすすめさせていただきたいのがお蕎麦やおうどんでございます。地域によってはお彼岸にいただくお蕎麦やおうどんのことを彼岸蕎麦、彼岸うどんと呼ばれて親しまれていたりもいたします。そもそもお蕎麦やおうどんっていうのはこれ縁起がいい食べ物として年越しそばありますよね。あるいはね、うんどんっていうものもあったりとかして、日本では伝統食の一つに数えられております。弱った胃腸を整え内臓をきれいにする健康食でもありますよね。次はお赤飯です。おはぎやぼた餅とこれ同じようにね、お赤飯にも小豆が使われております。小豆のスピリチュアル的な効果って一体何でしたっけ。小豆の赤い色が魔除け効果を発揮してくれます。そんなお赤飯は七五三とか還暦祝いなどの慶事で召し上がることが多いですよね。そしてこのお彼岸でもお赤飯はおすすめなんです。次は天ぷらです。ただしお肉やお魚を避けて野菜やキノコを揚げたものを精進揚げと申しますけれども、春のお彼岸にはタラの芽あるいはタケノコですよね。秋のお彼岸にはキノコとかナスといったこの季節の食材を使って美味しく揚げていただければね、みんなでワイワイ美味しく召し上がることができるかと思いますよ。さらにいなり寿司とか五目寿司などもお彼岸の代表的な食べ物の一つといえます。お寿司といってもこの新鮮なお魚とかそのお肉を使わずに山菜やレンコンのこの酢漬けなどを作って美味しく仕上げましょうね。酢飯には細かく刻んだ生姜とか梅などをこうやって混ぜ合わせて作ればね、多少多めに作ってしまったとしても日持ちがするので、これはおすすめでございます。お次はやはりお彼岸中に大活躍してくれるのが煮物、鬼しめでございます。特に日持ちのするお野菜を使って多く作っておかれるとこれ便利かと思います。定番の煮物としてはね、この鶏肉の代わりに車麩やお豆腐をメインに使った煮物でしょうかね。あとは季節物のお野菜でございます。春のお彼岸ならタケノコでしょうし、秋のお彼岸だと里芋、レンコンなどの根野菜、あるいはね、人参とかしめじなどがこの秋野菜の定番になりますよね。また煮物を作る際のお出汁は昆布や干し椎茸などね、その植物性の食材で取ったお出汁を使うようにいたしましょうね。鰹節や煮干しなどはこれ摂政のルールに抵触してしまいますので、できるだけ避けていただければね、より本格的な精進料理になろうかと思いますよ。で最後に汁物でございます。一汁三菜とかね、あるいは一汁一菜と言いますように、和食とかとりわけこの精進料理では汁物を重要視いたします。けんちん汁とかきのこ汁などね、このお肉やお魚を使わない汁物がポイントでございます。あとは親先祖がこのご生前中に好きだったものをお供えさせていただいて、それでそれを下げてきてはみんなでね、この個人の好物を食べながら思い出話に花を咲かせるのもね、大切なご供養の一コマになりますよね。ということでまとめ、お彼岸中に食べちゃいけないもの、お肉やお魚、卵に誤診といったそのね、動物性の食べ物や香辛料などの刺激物でございました。逆に食べると良いものというのは精進料理でございます。中でもおすすめなのがお蕎麦やおうどんにお赤飯、天ぷらとかいなり寿司や五目寿司、煮物や汁物、そして個人がお好きだった食べ物を食べながらみんなで思い出話に花を咲かせて忍ぶ心がご供養になるということでございます。間もなく迎える今年の彼岸には親先祖に思いを手向け、自分の命の尊さを再確認していただけるとこれ幸いでございます。今回お話しさせていただいたポイントを意識されながら、古来伝わるお彼岸という伝統文化をより深く味わってみられることをね、皆様にお勧め申し上げまして、これにて本日の話を終わりにさせていただきたいと思います。
ということで、今回の話は参考になったいと思ってそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。来たる10月5日土曜日、東京は目黒の龍源寺様におきまして、魂が震える法話会を開催いたします。席数に限りがございますので、ご参加希望の方は概要欄の URL をクリックして、お申し込みページに飛んでお申し込みくださいませね。また本日のこの動画の感想、気がついたことなどね、コメント欄へのメッセージをお待ち申し上げております。あと個人的にご祈祷やご相談などご希望の方は、新庄流のホームページお悩み相談という項目からメッセージを送ってくだされば幸いでございます。また魂磨き開運守護工もね、絶賛発売中でございます。そしてこの守護工はね、長く使っていただくことでだんだん効果がね、深まってまいりますので、ぜひね、定期的にお使いくださいませね。それから魂磨き開運に関しましても、ご消防の方へはあなたのお名前と私のサインを書き入れましてね、あなたのもとへご郵送もできますからね。ご郵送方法の詳細なんかはこの概要欄に貼っておきますので、ぜひねチェックなさってみてくださいませね。はい、それでは本日もですね、こちらテドリンの響きを持って皆様とお別れさせていただきたいと思います。では参りましょう。素敵な音色ですね。はい、それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。